はい、こんにちは。本日はですね、もう非常に簡単な開封動画をお送りしたいと思います。というのもですね、ちょっと前にコメントでも来てたんですけど、このデスクマット購入しましたっていう動画をアップした時に、まあ、白色も買おうと思ってますっていうお話をちょっとだけしたんですね。で、届きましたので、ちょっと開けて色味とかをね、こう比較できたらいいなと思います。まあ、おそらく今回の動画は前の動画ほどがっつりは編集しないので、本当にこの後出てくる色比較をメインに見ていただければと思います。はい、というわけで今回も前回と同じラージサイズですね。お、はいはいはい、いい感じだ。はい、というわけでこんな感じですね。早速比較していきましょう。はい、というわけで現在こんな状態ですね。まあ我ながら非常に分かりやすいサンプルが用意できたかなと思います。ダークグレーとライトグレーですね。はい、ホワイトバランスをしっかり合わせた照明を置いておきましょう。伝わりますかね。ここに関してはですね、もうホワイトバランスと露出を合わせただけで、ラットとかは抜いておこうと思います。まあ、ダークグレー系の MX キーズ、あとは白い系のマウスとして、マジックマウスと G304、 これを横に並べてます。さあどうでしょうか。ちなみにライトグレーの方はちょっとこう大理石っぽいようなこう雰囲気がありますね。ちょっとところどころ暗めの模様が入っていて、逆にダークグレーの方は、まあ、結構暗い印象ですね。ロゴの周りこんな感じですね。はい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 。というわけで色比較こんな感じでした。はい、というわけで、まあ、本当にね、今回速報レベルの動画で申し訳ないんですけど、一応ねこんな感じで、色比較を出してみました。もしですね購入検討されている場合は、私が前回上げた動画もちょっと一緒に見ながらですね、検討していただければいいかなと思います。まあ、色味に関しては今回ここの動画でしっかり触れましたけども、質感とか滑りにくいどうだとか、そういうお話は前回の動画でしてますので、よければそちらご覧いただければと思います。はい、というわけで、駆け足にはなりましたが、ミニマルデスクセットアップスで販売されている、まあ、3000円ちょっとぐらいから購入できるデスクマット、ライトグレーとダークグレーを比較してみたというお話でございました。ご視聴ありがとうございました。さよなら。